鍼灸院、まあ、治療院ですね、たくさん、まあ、鍼灸整骨院さんも含めてですね、たくさんあるんですが、鍼灸のみ、東洋医学のみを、まあ、実践している鍼灸師というのはですね、実は 2% なんですね。 2% 100人免許を持ってたら 2% のみが、東洋医学の理論をベースとし鍼灸を実際、まあ、実践しているんですね。それぐらいですね、実はその同じまあ免許を持っててもですね、私は相当違うと思ってるんですね。例えばまあお寿司屋さんに行くじゃないですかね、お寿司屋さんに行ってもですね、極端なし回る寿司もありますけどね、老舗のお寿司屋さんもありますよね、まあ、それぐらいですね、鍼灸業界もですね、本当の東洋医学を実践するというのがですね、ものすごく、まあ、少ないですね。実際 2% なんですね。これはあれですね、まあそうなんです、まあでも学校は、まあ、13教科その、まあ、国家試験がありまして、3教科しか東洋医学ないんですよ。で10教科が、西洋医学なのと、まあ、あとは、国家試験の受験科目にその実技がないんですよね。だからまあ要はこのマークシートで取れれば、まあ、マークシートでパスすればですね、まあ、免許自体を取れますし、まあ、あんまり言うとあれですけど、まあ、学校の先生自体も日々こう治療をバン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 やってる人っていうのは圧倒的に少ないですよね。厚生労働省のですね、まあ、ホームページを見ていただくと分かるんですが、実は医療費というのもですね、年々増加傾向ですね。それはまあ皆さんもね、なんとなく認識されてると思うんですが、まあ、細かい数字を言いますと、実はこの70年間で医療費というのは200倍に増えてるんですね。200倍ですよ、ね、医療は発達した、医療は発達したと言ってですね、本当に医療が発達してたら病人が減るわけなんですよね。これが実際機能してなくて、慢性病で薬漬けの患者さんがね、世の中にたくさんおられて、しかもその慢性病が治ってない、だから200倍に増えてるんですよね。おかしくないですか、こう200倍にも増えてるんですよ。この辺をですね、実際その減少傾向にできるのはやっぱり東洋医学だと思うんですね。その証にですね、実はアメリカはですね、1990年頃から国としてですね、東洋医学、自然医学を取り入れてるんですね。その中で実際、まあ、ホームページでね、見ていただくと分かるんですが、ホームページじゃないです、インターネットですよ。インターネットで、まあ、見ていただくと分かるんですが、アメリカはですね、がんの死亡率が実際減ってるんですね。こういうことも言われてるんですよ。日本は先進国で唯一がん患者の減ってない奇妙な国って言われてるんですよね。これはもう西洋医学一辺倒でやってるんで、予防医学ができないんですね。その結果、まあ、がんが、ね、ずっと上がってますよね。プラス、70年間で医療費もずっと上がってるんですよ。医療の本来の目的は患者さんを減らすことですから、だから本来医療費っていうのは下がってないといけないんですよ。健康な人をたくさん作ってですね、これができるのはもう絶対東洋医学だと私は心の底から確信しております。まあでもジャブジャブお金は、まあ潰れる病院とかもあると思うんですけど、まあジャブジャブお金はありますよね。42兆円ですから、そのうち 1% がまあまあ、その整骨院とか鍼灸院とかが使ってるんですけど、 99% なんで、まあ、40兆は絶対使ってるわけなんですよね。国の金の約、まあ、半分弱ぐらい使っちゃってるんですよ。半端な額じゃないですよ。でそれ誰がかぶってんねえとは、やっぱり皆さんの税金なんで、やっぱこれはまあもうちょっとどうにかした方がいいと思うんですけどね。